足から健康、足神様です。よろしくお願いいたします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。LINE アットの方もね、よろしくお願いいたします。ですね、巻き爪とか外反母趾なんですけども、なんていうかな、女性って結構見られるのが嫌っていう方が多いんですね。で、おしゃれができないし、どんどんその、外にも出ていきたくなくなるという症状でもあるし、例えば、彼氏とかね、結構ね、言われるみたいですよ。うちの患者さんも結構多いんですけど、若い子は、まず第一に一番、おしゃれができない。ね、これからまだ寒いですけどね、2月、3月、まあ、3月、4月頃になってこのサンダル履いてきますから、そうするとね、爪が見せれないとか、サンダル履けないので、いや、サンダル履くんですよ。履くけどね、靴下履いてたりとかするんですね。まあ、ちょっとね、サンダル履いてるの靴下って、ありっちゃありやけど、僕やったら嫌かな。なんでサンダル靴下履いてんのってなってきますし。で、巻き爪の子やったら、あんまりひどいとね、匂いしますから。彼氏に、匂いがバレたりとか言って、彼氏に行けって言われたっていう人もいらっしゃいますね。ですので、その、おしゃれがまずできないですね。巻き爪の方は特にそうですね。見られるし、爪の形がおかしかったら、あんたそれどうしたんって必ず聞かれますから、もうそれでね、面倒くさくなってくるっていう方も多いですね。で、外反母趾の人はまずサンダル履けません。ヒールも履けません。サンダルはなんていうかな、親指のところが出てないように履くと履けるんですけど、でも歩いてると痛くなってきますから、ほとんど履けなくなってきますね。で、まあ見た目もが大変なんですけど、結構海外の人も多いんですけど、セレブの人いてますよね。ハリウッドとか外反母趾とか巻き爪も多いんですよ。で、外反母趾なんかすごい、セレブの人多いんですね。もうびっくりしました。この間ちょっとパソコンで検索してたんですけど、ベッカムの奥さんとかね、僕あんまりハリウッド知らないんですけど、結構見たことある、ジョニファーなんちゃらとかいう方がね、外反母趾ですわ。で、向こうの人ってね、背大きいでしょ、70センチぐらいあったりするの で、そうするとね、靴ってね、ちっちゃく履きたいっていう人が多いんですって、向こうの人は。で、それでどうしてもギュッてこうね、ちっちゃい、ヒールとかにね、足入れちゃって外反母趾とか巻き爪になるっていう。昔中国で天足ってありましたけど、こう折ってこうね、入れるっていうね、ああいうのもありますけど、あんな状態ですね。で、ああいう風になってくるとおしゃれできないんですよね。もうどこ行くのも嫌やし、でおしゃれができなくなってくるし、痛いし、歩けなくなってくるしっていう、その負のスパイラルになってどんどん悪くなってきて、で、体もおかしくなってきて、精神的にもちょっと具合悪くなって、もうもうええかみたいな。で、仕事辞めなあかんかったりもしますし、巻き爪の子も女の子もそうなんですけど、どうしてもそういうヒールを履く職業につけなかったりであったりとか、例えば営業であったりとかでね、子供さんの場合、外反母趾も巻き爪もそうなんですけども、私学の高校へ行けなかったりとか、お受験できなかったりとか、決まった靴しか履けないので、靴が痛かったか無理です。実際にうちで、私学の高校へ行った子が、靴が痛くてやめちゃったって、公立に移ったりとか見てますから、そうならんようにね、早く見つけてあげて、直していくっていうことが大事ですね。で、学校行けないとか、今おしゃれができないっていうのもそうなんですけども、巻き爪も外反母趾もそうなんですけども、将来的にもっともっと大変になってきます。体が歪んできたりとか、おかしくなったりもするので、本当痛みだけではなくて、精神的にも言うたらしんどくなったりとかして、どうしても出ていけなくなったりとか、なんか常にこう考えちゃうんですよね。なんか爪痛いんちゃうやろか、こんなとこ行ったらまた歩かなあかんしってなってくると、どこも旅行も行けなかったりもしてくるので、そういうところってすごく直していかないといけないところやし、精神的にもどんどん悪くなってくるので、そうならんようにね、今しっかり治療していい未来を見れるように、もう一回ね、おしゃれできたりとか、元気になって旅行行けたりとか、彼氏とね、気ぃ使わんとわーっと遊べるっていうね、そういうね、痛みなく歩けるのも当たり前なんですけども、そういうところをしっかり治していく方がいいと思いますね。で、うちの患者さんではやっぱりそういうね、今の痛みを治すというよりも、本当未来を見てもらって、未来ね、どんなことができるのかとか、
どういう風になっていきたいかっていうのをね考えるとね、本当治りも早いし、皆さん元気になってもらえるので、まあね、いい意味、本当いい自分を想像するっていうことですね。そういうことでね、本当に患者さんも早く良くなってますし、本当治ってね元気になってますので、まず動画見ていただいてる方はね、ちょっと自分今後何かしたいかなとか、自分でこうなりたいなとか、彼氏とこんなとこ行きたいなとか、なんかお父ちゃんと、旅行行くんやったらどこ行きたいかなとかで考えてみてください。そうするとね、どんどんね治す意欲も湧いてくるし、本当にね元気に、将来のこと考えれると思うので、で最終的には、寝たきりにならないようにねしていかないといけません。これはね2歳の子でもそうやし、90の人でもそうなんですけど、僕は同じことを言います。寝たきりにならないように一生懸命、足を使ってね、ピンピンコロリでございます。もうそれが一番なんでね、そうなるように、どんどんやっていきましょうねっていうことですね。本当巻き爪外反母趾っていうのはほっとくとどんどん進行していきますので、まあね、おしゃれとかそういうことでもあるんですけども、最終的には寝たきりにならないようにしていきましょうねっていうことですね。これをね、皆さんちょっと考えていただいて、またうちへ来てください。よろしくお願いいたします。